はい、おはようございます。こちら、こんばんは。レオジンと申します。皆さんからいただいたリクエストやっていく企画、やっぱりお礼縛ります。朝4時50分でございます。今回の縛りはですね、ゴルゴンにサーマルをつけてくださいというリクエストがあったので、つけていきましょうか。ゴルゴンね、軽機関銃の中でも、2発でキルすることができるというね、化け物じみたポテンシャルも秘めた、LMG ですけども、来るかな。まあ、来るだろうね。まあ、来るでしょうね。ここら辺はもう、まあ、予想通りといえば、予測通りといえば予測通りですね。味方にもゴルゴン使いますね。これは完全に泥仕合になりそうですね。強すぎる。強いなー、これ。登ってきそうだね。あはーん。かすりましたね、今。相手の腕にかすっていったね。いやー、サーマルこれ強いよね、普通に考えて。いや、てか、この武器にサーマルがきついわ。スモーク効かねえもんだって。どこ？飛び出してこいよ、ほら。強ポだろ？違う？あそこか。ナイス。あ、ファスマグ欲しいかも。久々ゴルゴン使いましたね。てか、久々軽機関銃使うのが久々。強くね。 強くね。 ほら、あのパターンだね。めちゃくちゃ強くてめっちゃキルできるパターンのやつや、これ。指ね。上か。ただ覗くスピード遅いんでね、覗いた状態で敵に会いたい。もう何回も言ってると思うけど、覗いた状態で敵に会いたい。この状態では会いたい、本当は。ただ当たらないけどね。なるべく最低を覗き切った状態で敵と会った方がゴルゴン有利やろうね。ウソン聞こえるな。で、ウォーマシン。ウォーマシンは無理やろ。いい加減しろ、ウォーマシンは。てか、俺もウォーマシンやで。じゃあ、これはもう対抗するしかないのでは。強く。強くね。普通に強いんやけど。登ってこねえかな。来てもええやで。来ないか。来いよ。俺イモるぜ。いや、俺ゴルゴンだし。いや、ゴルゴンやから。いや、マジゴルゴンだから。俺イモるからな。しちゃいますね、これ。かかってこい、おら。声をかかってこい、おら。害悪プレすぎる。害悪でしょ、これ完全に。それ無理。これは下打ちですね。これは下打ち。下打ち不可避。相当弾来てますね、これ。これは下打ち不可避でございます。あ、敵いなかった。あれはされるでしょう。サーマルで芋ってあんだぜ。そらされますって。あ、負けた。ちょっと反省しようね。さすがにあれはやりすぎたね。だからゴルゴンが強いもんね、まずね。ずるいよね。あぼ。もうまさかのね、もう予想通りの下打ちが来るというね。わあ。ね、面白いですね。下打ちされるのではって思ってた瞬間にされるという。来ねえかな。だってゴロコンだもん。とつったら負けるもん。 SMG でしょ、相手。勝てるわけがないよね、この勝負。勝てるんでしょうか。リロード終わってねえし。あ、左来るな、これ。ほらほら。わ。いるな。オッケー。まあ、俺はね、もう試合中なんてしないんで、ドヤ顔。来るな、これ。バレてる？オッケー。もうハンドガン持つしかないじゃない、こんな状態。ギャー、ショットガンは無理。負けそうなんですが。負けそうなんですが、これは。2回いいんじゃねえか、やっぱり。わあ。うまい。要はあのウォーマシンをあん中に入れたな。左来ますかね。あ、来ますよ、これ。
まあでしょうね。あ、オッケー。オッケーオッケー。まあ2キル、まあ、チリ戦2キル。まあまあええやろ。まあええやろ。強すぎる。こうセンターとかこうスモークとかね、あのサーマル見えるんでね、かかってこいよって感じですよね。かかってこないんですけどね。裏かな。来てないですね。何の、何のやつこれ。あ、ヒートウェーブかこれ。登ってきそうだね。あ、これ登ってきますね、これ絶対。みたいな。あー、リロードも聞こえる、下だな。もう敵登ってきてたっていうね。やっぱあのゴルゴンのサーマルとかはね、やっぱりね、人に嫌われるんですよ、やっぱりね。そう、強すぎるから、そう。いやー、腰打ちは当たらない。そう。だからね、もうね、そう、もし下打ちされてね、下打ちされたいとかいう、そのド M 専用だったらね、もうこれ使うといいと思うんだよね。まあ、こんぐらいでしょうね。はい。ということで。あの定点プレイとか大好きな方とか、下打ちがされたい方とねにはね、もうぴったりのカスタムでございます。では、ご視聴お疲れ様でした。縛りリクエストに関しては、Twitter や、動画コメント欄で気軽に募集してますので、もしよければ、次もねリクエストしてくれたら幸いです。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。